こんにちは、カオルンです。本日はですね、ギターコードを徹底解説動画やっていきたいと思います。イエイ。今回やる曲はですね、あの大人気アニメスパイファミリーのオープニング主題歌、バンプオブチキンさんのスーベニアとなります。イエイ。このスーベニア、日本語だとお土産という意味になるんですけれども、このお土産って言葉に込められた意味がですね、この一度きりの人生をですね、ただ進んでいくだけじゃなくて、そこにね、彩りとか花とかね、添えてね、より素晴らしいものにしていこうといった意味が込められています。そして肝心のギターなんですけれども、最初のつかみっていう部分に関しては練習が必要なんですけれども、そこをできるようにしちゃえば、あとはね、最後まで繰り返しやっていくだけなので、ぜひね、最後まで一緒に頑張っていきましょう。今回もですね、初心者の方がね、こうつまずきやすいところ、疑問に思いやすいところなんかをね、徹底的に解説していきたいと思いますので、ぜひね、一緒にやっていきましょうね。そしたらまずはイントロの解説やっていきたいと思います。その前にね、フルの演奏動画から見ていってください。どうぞ。はい、そうしましたらまずはイントロから解説していきたいと思います。主にね、僕の動画はですね、それぞれのパートごとにコード、そしてストロークっていうね、順番で解説をしていきます。じゃあまずはね、コードなんですけれども、イントロで出てくるこのコードはですね、ノンコード、あとは Asus4 のね、2つになります。ノンコードってね、鳴らさないっていう意味になるんですけれども、原曲だと最初のね、バカ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 ってね、叩いているドラムの部分に該当します。じゃあギターではね、鳴らさない方法ってね、どうやるのかっていうことなんですが、主にね、2つあります。一つ目がこの右手でストロークをするとき、普通はね、ストロークをしたら鳴っちゃうんですが、今回はね、この右手のね、この側面、この部分でですね、そっとね、この6弦全部をですね、押さえます。まあ押さえるっていうかね、触れるっていった感じですね。この状態でストロークをするとね、なりません。これが一つ目のノンコードの弾き方になります。二つ目がですね、この左手でね、コードを押さえるときにやります。一応ね、今回ノンコードの次に Asus4 が出てきますので、あらかじめ Asus4 のね、形にしておいて、このね、2,3,4 弦をね、そっと押さえておきます。まあ押さえるっていうかね、当てるっていった感じですね。ただこの状態で弾いても1弦と5弦と6弦はね、こう弾けちゃうので鳴っちゃいます。なので1弦はですね、この小指をね、そっと立てるような感じで、こう1弦と2弦両方ね、触れるような感じでね、押さえます。そしてこの親指でね、上から覆うように5弦と6弦をね、触れます。こうすることでね、全部の弦がね、軽く触れられた状態になりますので、この状態で弾きます。これがノンコードの2つ目の鳴らし方になります。続いて Asus4 なんですけれども、これね、タブ譜を見てもらうと、中指と薬指は2フレットを押さえていて、小指がね、3フレットを押さえているので、その間がね、ちょっと離さなくちゃいけなくて、うわー、指離れないよっていった感じで、これね、難しいんですよね。ただね、これね、ちょっとコツがありまして、よくね、見てもらうと A コードとね、使う指ってね、似てますよね。A コードはですね、この中指、薬指、小指をね、こうすべて2フレットにあるこの 2,3,4 弦をね、押さえる形になります。こっからですね、 Asus4 を弾くときはね、ちょっとね、この小指だけ3フレットに入るように右にずらしてあげる。これだけでね、 Asus4 ね、弾けるんですよね。ちょっとね、弾くときのこの A コードの感覚、この位置の感覚をですね、ちょっと右にずらしてあげる、これだけでいいんです。これでなりますから。続いてストロークですけれども、まずノンコードですね。ここはですね、このストロークの基本である上から下に下ろすダウンストローク。そして下から上にね、上げるアップストローク。このダウンとアップをですね、繰り返し4回弾くだけになります。
こんな感じになります。次に ASUS 4ですけれども、これはですね、今ね、ゆっくりやっていきたいと思います。ダウン、引かない、ダウン、アップ、引かない、アップ、ダウン、アップ。もう一回いきます。ダウン、引かない、ダウン、アップ、引かない、アップ、ダウン、アップ。これをね、8回繰り返します。で、ストロークをするときはですね、なるべくこのダウン、アップっていうね、繰り返しをね、やりながら弾かないところはね、鳴らさずに、こう素通りをしていく。このね、基本形をね、作ることで、こういろんな曲でね、一定のリズムでね、弾きながら歌うことができますので、ぜひね、やってみてください。そしたら次に A メロの解説をしていきます。まずはフルの演奏から見ていってください。どうぞ。さあ、A メロの解説やっていきたいと思います。まずね、コードですね。皆さんにね、お伝えしたいコードはね、2つあります。1つ目がですね、D 音 F シャープというコードになります。F シャープをベース音とした D コードという意味になります。ギターのコードにもですね、こう、音の核となりますベース音っていうのがね、あるんですけれども、それがね、低い音の出る上の2つ、5弦、6弦になります。この一番上のね、6弦って何もね、押さえないと E になりますよね。こっから1フレット目にずらす。そうすると F。さらに1フレットずらして2フレット目を押さえると F シャープになります。なので今回は親指で6弦の2フレット、ここをね、押さえます。で、5弦と4弦は解放したまま、この状態で鳴らします。これが D 音 F シャープになります。続いて E 音 G シャープになります。これもね、原理は一緒なんですけれども、今回はね、押さえ方だけお伝えしていきます。一番下の1弦と2弦、ここはね、押さえずに解放してください。そして3弦はね、1フレット目を押さえます。で、4から6弦はね、鳴らしちゃいけないんですけれども、親指がね、ちょっと届かないですよね、4弦までね。なので、ストロークで鳴らすときに4、5、6弦はね、鳴らさずに下だけね、こう、鳴らすようなイメージで弾く。これでやってみてください。続いて、ストロークなんですけれども、今回はね、2つの組み合わせでやっていきます。一つ目がね、この A メロの最初に出てくる部分をね、例に説明しますが、おそらく気づいて、ここの部分になります。おそらくの部分のね、G コードを弾きます。ダウン、弾かない、ダウン、アップ。ダウン、弾かない、ダウン、アップ。こういったストロークになります。まあ時間で言うとね、さっき出てきたストロークのね、2分の1ぐらいのね、短さと思ってください。続いて、おそらく気づいて、閉まったみたいのところの Em、ここをね、例に2つ目のストロークを紹介します。ここはね、実はですね、イントロで出てきたストロークと全く同じになりますので、ぜひね、やってみてください。そうしましたら、続いて B メロの解説していきたいと思います。まずはね、演奏動画からどうぞ。続いて B メロの解説やっていきたいと思います。まずコードになります。今回皆さんにお伝えしたいコードがですね、制覇コードと呼ばれる Gm、F シャープマイナーになります。この制覇コードって人差し指でね、弦全体を押さえるコードになるんですけれども、実はね、こうギターの始めたてのね、最初のね、ポイントだったりします。ただいろんなね、曲で出てきますので、ぜひね、こう練習すればね、こう習得すればね、いろんな曲でね、使えるので、やっていきましょう。
で、このね、制覇コードを押さえるときなんですが、なるべくね、他の指とね、この人差し指、これがね、とにかく人差し指が遅れないように押さえてみてください。これね、なぜかと言いますと、ギターのね、基本形のストロークって、だいたいね、上から下に下ろすダウンストローク、これがね、最初になります。で、このダウンストロークをね、鳴らすときって、この一番上にある6弦、これをね、最初に鳴らしますよね。で、この6弦を押さえている指がね、だいたいこの制覇になりますので、ぜひね、遅れないようにやってみてください。あとですね、Gマイナーと F シャープマイナーは押さえ方は一緒で、位置だけ違うので、こう離さずに Gマイナーから F シャープマイナーにこうずらすような感じでコード進行してみてください。こんな感じになります。あと皆さんにお伝えしたいコードは F ディミニッシュになります。これはね、中指を3弦の1フレット、そして薬指を1弦の1フレットに押さえます。そして親指をですね、5弦、6弦、ここをね、軽く押さえてミュートします。こんな感じになります。はい、続いてストロークなんですけれども、実はですね、B メロも A メロも基本的なね、やり方は同じです。どうですか？このね、繰り返しっていうのがね、だんだん分かってきたかなと思います。ただ、B メロのね、始まりと終わりがね、少し違うので解説していきます。まずね、入りなんですけれども、このね、押さえるコードは A メロの最後からね、ずっとね、同じで A サス4になります。この状態で上から下に弾くダウンだけをね、4回弾きます。一応ね、A メロの最後からね、やってみましょう。こんな感じになります。続いて B メロのね、終わりの方なんですけれども、ここはですね、サビに入る直前というところでね、ちょっとね、こう、抑揚をね、感じてもらいたいといったね、こう、ストロークになります。A サス4をね、こうダウンで3回弾いた後に、ノンコードでね、バシッとね、こう止めます。1、2、3、4でね、やるとね、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。こういったね、感じになります。実はね、1個前のコードもね、A サス4なんですけれども、こうそっからね、こうちょっとね、こう強く弾くようなね、感じでやってみてください。ちょっとね、弾いていきます。さあ、続いて最後ね、サビやっていきましょう。まずはね、演奏動画からどうぞ。サビのね、解説やっていきましょう。もうね、ほとんどね、解説するところがね、ないんですけれども、一個ね、注意してもらいたいポイントは Bマイナー、あとはね、Cシャープマイナーになります。これもね、制覇コードで、あとはね、押さえ方も一緒で、位置だけ違うので、こう移動させてほしいんですけれども、今回はね、ちょっとね、離れてるので、こう最初はね、ゆっくりでいいです。とにかくね、離さないで移動させるっていったね、感じを意識しながらね、練習してみてください。ということで、まとめに行っていきましょう。はい、ということで、今回はスパイファミリーの主題歌、バンプオブチキンさんのスーベニアのギター解説やっていきました。コードはですね、いわゆる制覇コード、Gマイナーから F シャープマイナー、あとは B マイナーから C シャープマイナーなんかはね、ここら辺はね、練習が必要なんですが、
このね、制覇コード、いろんなね、曲でね、出てくるので、ここで習得しちゃえばね、いろんなところでね、必ずめっちゃ役に立ちます。あとは他のコードに関しては、今回のね、解説でね、こう注目しておきたいところ、あそこら辺のね、コツなんかをね、お伝えしましたので、そこら辺をね、少し練習してもらえればね、こう、ある程度ね、簡単に習得できるかなと思います。そして、そのコードを使ったコード進行とか、あとはね、右手のストロークですね。ここはある程度パターン化されていて、最後までね、繰り返しになりますので、そこら辺のリズム感を覚えてもらえれば、こうね、習得できるかなと思います。歌はね、とってもね、歌いやすいので、ぜひね、ギターを習得してね、この楽しい曲をですね、いろんな方、家族とか友人とかにね、こう、披露してみてください。ということで、今回もカオルンチャンネルご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。カオルの動画楽しかったよ、面白かったよ、役に立ったよと思ってくださった方、ぜひね、チャンネル登録、グッドボタンお願いいたします。カオルンチャンネル、チャンネル登録者1000人を目指してコツコツ頑張っております。ぜひね、応援お願いいたします。そしたらまた次のカオルの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとう。バイバイ。